第6説「がんの精神療法の先駆者サイモントン」がんの精神療法の提唱者であるカール・サイモントンは潜在意識の在り方ががんの原因であることを的確に指摘しています以下はカール・サイモントンの著書「がんのセルフコントロール」からの引用です同じがんであるという診断を受けながらなぜある患者は健康を回復し ある患者は死亡してしまうのでしょうか私、カール・サイモントンは、この問題に、オレゴン医科大学で、がんの専門医として、研修をしているときに、関心を抱いたのです。というのは、そこの病院のある患者たちは、生きていたいと口では言いながら、あたかも生きることを望んでいないような行動をしているのに気がついたからです。例えば、 肺がんを患っている患者がタバコを吸うのをやめず肝臓がんの患者が酒の量を減らさずまた他の患者は定期的な治療を受けに来ないといった誠に不可解な事実に遭遇したからですこれらの患者の多くは治療さえ続けていけばかなり寿命を延ばすことができると考えられていた人たちですにもかかわららず、彼らは、 同重要な病気の診断を受けた他の人たち以上に早々と諦めてしまいまた息消承知にするという状態に陥ってしまっているのですこれに対して一部の患者たちはわずかの治療を受けた後に退院することができたのですしかもこれら患者たちは次の治療の予約日まで生きられないかもしれないと予想されていた人たちですところが そのような予想に反して、これらの患者たちは、その後何年かたって行われた定期検査の時点においても、なお健康であったのです。このような事情を不思議に思った私が、これらの患者に健康を維持している理由を尋ねてみると、自分の息子が大学を卒業するまではとても死ねませんよ。私の職場では、私を非常に必要としているものですから。 娘の問題を解決するまではとても死にきれませんのでといったような答えが返ってきたのです。私の問いに対するこれらの患者の答えには一つの共通点があるのに気がつきました。すなわち患者自身が自分の病気の経過に何らかの影響を与えているということでした。先に述べた悲観的な患者たちとこれらの患者の根本的な相違は 病気に対する態度にありしかも人生に対する希望的な態度が病気の経過に影響を与えているということですつまり健康を維持している患者たちは強力な生きる医師の持ち主であったということですこのように人間の生きる医師学校も大きな働きをするという事実に私たちは驚きましたサイモントンが 生きるる意思と表現しているのが、すなわち潜在意識です。潜在意識のありさまが病気が治るか治らないかを決定しているのです。病人が潜在意識で病気で死ぬことを望んでいればどんな有効な治療をしても無駄になってしまうのです。逆に潜在意識が強く治癒を望んでいれば不治と診断されたがんでも治癒することがあるのです。